どうもおつか歴史くんでございます。7月6日今日の歴史3分講座、本日は松平元康さんが家康と改名して独立をした日でございます。はい、もちろんこの松平家康さんは後の徳川家康さんでございます。先日の青天をつけでもね、徳川慶喜さんと渋沢栄一さんがね、徳田龍さんが二人で家康の遺訓を言ってましたね。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、だーっとその後もね続けてましたけども、まあ、家康さんはねご存知の通り小さい頃からかなりの苦労人で、駿河を拠点としていた今川家の人質としてね、そちらで暮らしてたんですね。で、松平家のご当主ではあったんですけども、もう松平家は今川の傘下ということになってましたので、独立した大名ではなかったんですね。この独立のきっかけとなったのが1560年の桶狭間の戦いですね。これ家康さん、当時松平元康さんもですね出陣してますね。金ピカな甲冑で行ったみたいですよ。で、桶狭間の本戦にはいないですけども、織田信長方の砦である丸根砦というのを落としてますね。で、その戦いで今川義元が討ち死にしましたので、これは独立のチャンスですよね。ただいきなり独立するって言ってもね、当然今川義元の後を継いだ今川氏真は許しませんしね。で、さらにですね、今川家と織田家ってずっと仲悪い時期が続いてましたので、松平家もその流れで桶狭間の戦いの後、織田信長と松平元康さん小競り合いをずっと繰り返してんですね。三河の国と尾張の国の国境あたりで。ただ信長と家康はこれじゃ両方得じゃないだろうということで同盟を組むわけですね。これが有名な清須同盟です。これ結ばれた時期はですね、まあこれも諸説あるんですが、1562年の1月頃だったというふうに言われてますね。まあ、この名前の由来はね、家康さんが信長の居城である清須城に行って、そこで話し合いをして同盟を結んだというふうに言われてるからなんですけども、これもまたはっきり分かんないですね。だって家康さんとしてはちょっとリスキーすぎますよね。敵の居城に行って、実際信長はね、そこ弟の信行をおびき出して清須城で殺したりしてますんでね、まあ、だからはっきりは分かんないんですけども、同盟関係は結ばれるようになって、家康が次に目指したのがですね、三河の国、今の愛知県の東部あたり、そのあたりを統一しようというのをこれ目指すわけですね。で、それ以前もですね、家康のおじいちゃんである松平清康がですね、三河統一間近で、で、あの家臣の裏切りにあって暗殺されてしまうんですけども、その覇権を取り戻そうということで動き出すわけですね。そしてその大きな布石の一個として打ったのがですね、この改名なんですね。松平元康、元という字、これ一字もらってんですね。まあ変気を賜るなんていう風に言いますけども、自分の主君だったり、あとは将軍だったりとかっていうので一字もらう習慣がずっとあったんですね。家康さんをね、元服迎えた時、今川家の家臣ですから、今川義元の元の一字をもらって松平元康と名乗ってるんですね。じゃあその名前のままだったら、なんか今川の下にずっといるような感じするじゃないですか。よっしゃ、じゃあこれ内外に独立をアピールするために捨てたろうということで、元という字を捨てて新しく松平家康と名乗るようになったわけですね。だからこれ家康にとってかなりのターニングポイントですよ。で、なんで家という字に改めたのか、これはね、わかんないんですよ、残念ながら。ただね、よく言われてんのは、家康をはじめ多くの武将たちのご先祖様にあたります源の義家さんという方がいらっしゃるんですよ。これ平安時代後半の武将で、そのお父さんの源の頼義と一緒に、この親子はもう伝説的なレジェンド的な武士として扱われてますね。あの全国に八幡宮ってやたらめったらたくさんあるじゃないですか。あれが広まるきっかけになったのはもうこの親子ですね。頼義さんが石清水八幡宮っていうところで参拝して、で、あのそこで誕生したのがこの義家さんなんですよ。で、頼義さんはさらにね、あのその石清水八幡宮を関東の方に分霊して御霊を分けてですね、作ったのがこれが鶴岡八幡宮ですね。で、その後松江の鎌倉を拠点にした源の頼朝が今の場所に移してるんですけど、前あった場所もね、元鶴岡八幡宮という風に呼ばれたりしてますね。で、全部の幕府の将軍、この末裔ですからね、今頼朝さん言いましたけども、まあ、清和天皇にルーツを持っているので清和源氏なんていう風に呼ばれますけども、源頼朝も鎌倉幕府もそうだし、室町幕府の足利家もこの流れだし、そして江戸幕府初代将軍徳川家康もこの流れというね、超名門なわけですよ。で、家康さんの松平家はですね、その末裔を自称してましたので、もしかしたらそこから一時引っ張ってきて、自分が武家の名門の末裔であるというのをアピールして三河統一の足がかりの一個としたんじゃないかというふうにも言われてますね。で、実際この後家康さんはですね、3年後に名字も変えますね。松平というのはもともと三河の国の地名ですから、これだとそのさっきの清和源氏の流れっていうのが伝わりませんので、じゃあそれが分かるようにというので徳川と名前を変えるように朝廷に申請するんですね。で、この徳川という
るのはこの今日の歴史で南北朝時代とかでよく登場している新田義貞っていう武将がいるんですけども、その新田一族の分家に当たるんですね。だからルーツはね、群馬県なんですね。群馬県の太田市です。でね、その改名のタイミングで一個大きなポイントがあって、三河の神という官職に就任させてくれっていうのをねお願いしてんですね。まあこのほにゃららの神とかねよく聞くと思いますけど、当時まあ有名無実化してるんですけども、任じられたらかなり箔がつくわけですよ。で、言ってみたらこれ三河の神っていうのは朝廷から命じられた、任じられた三河の国のトップに当たりますので、三河の国を統一するにあたって大義名分が生まれるわけですよ。ただこれ最初朝廷からそんなのダメだよっていう風にね言われてるんですけどね。なぜかというと、前例がないとまずダメだと、源氏の人が三河の神に就任したことは今までないということで NG が出ちゃうんですよ。で、どうしようかってなったんですけども、藤原氏ならいけると、源平統吉なんていう風にいろいろなんとか氏っていうのありますけども、藤原氏だったら三河の神いけるっていうので、あの公家の麒麟が来るにも登場した近衛先久といろいろ交渉して、先祖のその徳川家の系譜をこねくり回して、源氏の徳川家なのにその流れの中から藤原の方に流れた人がいるって、ここよくわかんないんですけど、あの藤原一族もいたというのを、作り上げたのかな、あったのかな、わかんないですけども、前例を持ち出してきて、特別に家康さんは源氏の流れだけども、じゃあ三河の神になるから藤原になっていいですよっていうので、この時は一回藤原になってんですよね。ちょっとややこしいですねこれね。だからまとめるとです、何が言いたいかというと、三河の国を統一するために三河の神が欲しいんだけども、源氏の流れとできないから超パワープレイで藤原でもありますよみたいなので、自分だけガシャーンと藤原にして三河の神をゲットして、三河の国を治める大義名分を得たということですね。まあこれと前後してですけど、三河の国では一向一揆が起きてね、家臣の半分が一向一揆側についちゃって偉いことになったりとか、まあそれをなんとか鎮圧して、これが元康から家康に改名したちょっと後ぐらいですね。で、その後、ようやく三河の国を統一したのがこの三河の神をもらったぐらいの時ですかね。だからこれ22歳から25歳の若き日の家康さんですね。だから家康さんもとにかく必死だったということですね。この時はこの方が天下統一して江戸幕府を開くなんて誰も思ってなかったことでしょうね。面白い。以上、7月6日今日の歴史3分講座でした。今日も一日頑張れ歴史。